やっぴー、平野ノラです。さあ、実は今日はですね、この我が家にスペシャルゲストを呼んでおります。もう私の大好きな方です、山下秀子さんです。どうぞー。すごい恥ずかしい。いつぶりですかね。そうですね、なんかまだ暑かったですよね。暑かったですね。ですよね、その2ヶ月前ぐらいにですね、はい、雑誌で対談させていただいたひろこさんのお家に、うん、まあ素敵なお家に、うん、そうですね。それで私の時はすごいモヤモヤしていて、気持ちがね、はい、引っ越したいなとか、うんうん、なんかいろいろこう考えてて、うん、でもこの状況だしなとか、うん、まあ、2020年の今そう当時はそう9月8月ぐらいだったですね。そうですね、うん、それこう今引っ越してもなとか、うん、でちょうど今お腹に子供もいるので、うんうん、思ってたんですけど、うん、やっぱひでこさんの家見て、うん、でひでこさんといろいろ対談の後でね、プライベートでお話しさせてもらって、うん、はい、すごいいろいろアドバイスをいただいて、うん、空間が応援してくれるから絶対引っ越した方がいいよって背中を押していただいて、それからもうすぐです、1ヶ月以内にここに引っ越して、やっぱりそのモヤモヤしてるってことは、今いる自分の居場所がもう自分にそぐわないよってことを、もうなんていうかの潜在意識が知ってるんだよね。なるほど。だから自分のこうステージが上がってるのに、はい、まあ、あの住まいという場所がまだ古いっていうね、はい、そのここのそごをすごく感じてたと思う、ね、はい、感じてました。そしたら逆にね、さらにさらに脱皮していこう、さらにさらに進化していこうって言ったら、先に舞台を作っちゃう、うん、はあ、そうなんですよね。そうするとここからこの分、うん、必ず伸びるようになってる、うん、自然に。と今度こうなるわけ、うん、そしたらこうなって、こうなってますね。本当にね、みんなね、空間がものすごい自分の味方になってくれてるっていうことを知らないんだよね、はいはい。だからこの迷ってた時にはステージね、空間、舞台、はい、人生の舞台、まあ、空間が自分にそばないわけだから、足引っ張る状態になってるんだよね。うん、確かにそうですね。で、足引っ張る状態を今度は自分を引っ張り上げてくれる状態にしていくっていうことが、ね、うん、感じたけど、なかなかそこのイメージが湧かないんだよね。なかなか湧かないですよね、うん、自分がそういう暮らししてるのもそうですし、そうそうそう、家賃がどうなのかね。そう、いや、もうそう、そっちに引っ張られちゃう。で、ちょうどこのコロナ禍で ね、仕事がね、うん、なんとかどうなっていくんだろうっていう不安の中で、先のことわかんないよね。そうですね、うん、先のことがわかんないからこそ冒険が逆にできるわけ。逆なんですよね。そう、逆なの。節約とかそういろいろ考えたりするんだけど、逆なんですね。そのね、節約したって、はい、一生安泰なほど節約できるわけない。確かにそうですね、はいはいはい、ね、水道代節約した、それこそ家賃節約したって、うん、じゃあその節約分が自分の老後を保証してくれるほどの量になるわけないわけ、うん、だからせめてでね、うん、逆に言うと大チャンスなのは、はい、まあ、私たち小舟みたいなもんじゃないですか、はい、で小舟だからこそこう大きな波をこうね、こう避けながら進めるんだよね、うん、だから波の状態で大型船と小舟戦っても絶対に勝てないよね、うん、はい、でも嵐だからこそもういろんなところをこう、ね、あちこち曲がりながら旋回して、だから今大チャンスだから、困りが効くと、そうそうそう、わー、いろんなやっぱり角度から見てらっしゃる、すごいですね。今日はあの一応 YouTube、うん、お互いの YouTube にアップするんですけど、はい、特別コラボ企画ということで、まばたき禁止です、はい、お願いします。おったまげ。私のクローゼットを、うん、今日はちょっと断捨離をちょっと手伝ってほしくてですね、はい、はい、もうこれ難しいところがやっぱり8割ぐらい衣装なんですよね。そうだよね、はい、で、うん、一応こうあの循環してはいるんですけど、うん、なんかあと1回着たら、うん、もう断捨離しようかなっていう服があったりとか、うん、なんかすごくこう普通の私服とは違うので、うん、非常にちょっと難しいです、ね、なくてもダメだし、うん、いざとなったら、うん、置いてある服っていうのもあったりとか、うん、そうですね、急に仕事が入ったりとかもしたりするので、うん、その場面場面に合わせた衣装がいる、うん、そうなんですよ、ますよね、はい、で場面ってもう想定したら無限にあるからね、うん、確かに、うん、確かにそうですね、うん、例えば台所のキッチンなんても、はい、用途別に分けたら、はい、用途に対応した
そうです、ね、膨大な量になってみんな台所に鍋がね何種類も、まあ、大中小じゃなくて中華鍋だとね、そうですね、朝の卵焼きの鍋だって、はい、なっちゃうんですよね、うん、だから用途を基準にすると無限に膨れるよね、はい、でもそうせざるを得ないよね、うん、ということは逆にどういうオファーを受けたい、はい、あどういうオファーを受けたい、うん、こっちで先に場面を決めてしまう、へそしたらそれが向こうからやってくる、親と同じなんですね、自分の舞台を作る、そうそうそう、だってね、そうあのこれはもうよ、うん読ましたね、はい、まあ、間違いなく書いたけど空間もこの住空間ってお部屋という空間もこの服も自分を包むものであることには変わりない、はい、で空間の方がもっと大きく自分を包むものだから圧倒的な演出力があるわけ、うんうん、そうですね、で洋服の演出力、うん、そして空間の演出力で、はい、演出した通りに舞台が出来上がっていくわけだから、うん、まずどういう舞台に出たいのか、うん、でその舞台にはどういう衣装がふさわしいのかこっちで決めちゃう、うわちょっと相手ね、はい、あのどんなオファーが来るかなって言ったら待ちじゃない、そうですね、うん、それで向こうがなんかイニシアチブを取るでしょ、はい、いや人生の主役はノラよ、自分の人生すごい待ってました、ま待ちでしたずっと、そうそう待って、ま、待つ必要はないの、だって主役はあなたなんだから、で割とこの仕事って、うんうん、オファーされてなんぼっていう感じの、いやいやだからそれが間違い、間違ってるんですね、うん、そこが自分のこう、はい、制限になってるわけ、なるほど、ノラを何だと思ってるのぐらいの気持ちになるほど、うんうん、だから自分で想像して、うん、そういうことですね、うん、でもねそれをノラは何だと思ってるのってうん、言っても通じない、うん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 、空間と衣装で作っちゃった方が早い、はあ、でそれがちゃんと、はい、いわゆる私は引き寄せって言葉は好きじゃないけど、はい、波動が一致するから向こうから流れ込んでくる、うんうんうん、はい、で待ってました、はい、ようやく私のことが理解できたのねぐらいの気持ち、うわそうなんだ、自分で想像しても作るわけですね、で整えたようになるの、自分が整えたように、うん、準備したことがちゃんと実現するようになってる、このような仕組みは、なるほど、宇宙の仕組みは、だから、はい、恐れで準備しちゃうと、うん、恐れることが起きるわけ、希望で準備したら希望通りになる、なるほどですね、お部屋と同じですね、全く同じ、だって一番ノラさんをね、ノラさんのなりたいように演出してくれる力があるのよ、一緒だから、そうですね、こんな役演じたくなかったらそんな服いらない、うん、いやちょっとレベル高すぎますね今回ちょっとかなりレベル高い、うわそうですか、だってでも分かってらっしゃる、いや分かってますけど実際そうしてきたじゃない、はい、今までも ね, そうです ね, ね、でも衣装まで落とし込んでなかったですか、衣装も空間だもん、洋服まで衣装も空間、そうですね、すごいすごい、はい、あこれはもうちょっと全然ちょっとさっき話聞くまでと全然違いますね、うん、はい、視点がもう違うんで、視点を高く高く高くした分、はい、自分がどん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 高まっていく、で高まったら今度視点が視界が広がるわけ、はい、視界がすっごく広がる、はい、そしたらもういろんなところ自由自在よ、そうですね、うん、スパイラルですね、そう素晴らしいです先生、うんうんうん、もう分かっていただけたかしら、これで一本取れますねいやすごい毛玉もね、はい、そう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 バレたよく気がついたこの毛玉、ヤッピー、最後まで見てくれてありがとうね、嬉しいシン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 ガールズ、ノリノリ気分で青田のり。